どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室がずれるのガズでございます。さあお知らせです。毎月1回予約注文を、受け付けている、このガズのわがままウクレレの、予約注文1月2021年1月の予約日が決定しました。1月15日のお昼ちょうど12時ぴったりからガズレレ公式ホームページ内の、ページ、ここにリンク貼っときますけどね、ここで、再予約販売開始になります。これ概要欄にもリンク貼っとくんで、ぜひ明日のね1月15日、金曜日ですね、お昼の12時ホームページからちょっといろいろ探ってみてください。いつものご案内になるんですけど、サイズはコンサートウクレレサイズ、このちょっと大きいコンサートサイズと、このいつもガズがよく使っているもののこのちっちゃいっていうか、これが普通のねサイズ、ソプラノサイズの2サイズの中から選べて、フレットの数とかピックアップがついてるついてないとか、ちょっとねいろいろ選べるようになってるんですよ。はい、まあ、その辺のことなんですけれども、以前このウクレレ、ガズのわがままウクレレってどうやって選んだらいいのという動画撮ってます。ここでリンク貼っておきます。これも概要欄にも貼っておくんですけど、これねちょっとよくわかんないなという方、よくご覧になってね、ぜひガズのわがままウクレレ、ご注文いただければと思います。そしてこれも重ねてのご案内なんですけども、セミオーダーウクレレっていうのも、明日、事前予約再開します。色カラーバリエーションも選べたり、こんな感じでね、すごいいろんなカラーバリエーションあります。こういうの選べたり、自分でお好きな仕様をセミオーダーの中からご選びいただけるという、そこもね、リンクここに貼っときますわ。このセミオーダーは本当世界で1本のウクレレをね、もうこうチェックリストでこういろいろ選びながらで作れるというもので、セミオーダーウクレレの方も明日世界で1本のウクレレ、オーダー受付再開いたします。で、全てのモデルなんですけど、左利きの方ね、全てのモデルで対応してますんで、そのあたりのこともご注目ください。もし周りに左利きの、方がいて、ちょっとなんかいいウクレレないか探してるなんて方、もしいらっしゃったらね、ぜひこの情報をシェアしていただければいいなというふうに思います。はい。そして、こっちの、ちょっとこうリーズナブルね、皆さんの手にお届けやすい、このガズの初めてウクレレの方なんですけど、今一時ちょっとね、販売ストップしてるんですけど、来週また再販売がありますんで、こちらの方も、お待ちください。来週間違いなくご案内できると思います。こっちのガズの、初めてウクレレ、こちらはリーズナブル版で、今回、明日1月15日に、予約注文再開するのは、こっちのわがままウクレレの方でございますので、その辺のね、ご確認をお願いします。そしてね、以前ね、このガズのわがままウクレレご注文いただいて、今ね、納品を待ってくださってる皆様、ありがとうございます。今日も昨日も毎日毎日ベトナムの方でね、もう向こうは汗だくですから、もう30度以上の中でこう、もじゃ、川亀くんを筆頭にした G ラボチームのスタッフがもう心を込めて生み出しておりますので、もうしばらくお待ちくださいませ。はい。そんなわけで今日はですね、ガズのわがままウクレレ2021年予約募集第1弾のお知らせということでご案内させていただきました。さっきのリンクを貼ったんですけど、概要欄の方にまとめておりますので、ぜひゆっくりちょっとご覧いただいて、明日15日のお昼にホームページに訪れていただければというふうに思います。さあそういうわけでですね、引き続きガズレレとこの G ラボのウクレレとかグッズ、よろしくお願いいたします。さようなら、バイバイ。